ラチャダムヌーンスタジアムラチャダムヌーンスタジアムは、タイのバンコクポーオンプラープク、ラチャダムヌーンの奥通りにあるムエタイ及び、ボクシング専用の競技施設。ルンピニースタジアムと並び、常設施設の中では最高の権威を持つ、ムエタイ試合会場である。収容人数は1万人以上。観客席にも空調設備があり快適に観戦できるが、試合の質に大きなばらつきがあり、 付近に住宅地や商業地が少ないことと駐車場がないことなどからも一部の人気プロモーター以外の工業では観客動員数でルンピニースタジアムに遅れをとっている。二大殿堂では権威ある施設のため女性は試合はオロカリングに上がることもできないが近郊郊外パトゥムターニー県内のランシットインターナショナルボクシングスタジアムや新マナサックスタジアムでは可能。 毎週月曜日、水曜日、木曜日、日曜日に試合がある。日曜以外は午後6時頃より開始、ルンピニースタジアムと異なり初めから第一試合と数える。日曜は若手の選手の出場が多く、技術的にはやや未熟であるが、その分小試合も多い。クーエークと呼ばれるメインイベントは第7試合か第8試合が多いが流動的である。 メインイベントは最終試合ではなく、その後にややレベルの落ちる選手の試合が2試合ほどあり、その中には若手選手の国際式ボクシングの試合がしばしば含まれる。なお、仏教や王室に関して重要な行事のある日は曜日にかかわらず試合は一切行われない。当初は王室財務局が運営していたために王室系と しばしば表現されるが、1953年より、ラチャダムヌーンスタジアム株式会社が管理し、ランキングの作成やレフェリーの管理とは TBC が担当している。試合の工業権は、審査を受け登録された公認プロモーターのみにある。現在は13人でそれぞれ自分の工業名がある。新日本キックボクシング協会も、自主工業実施したこともある。主なプロモーターに、 チューチャルーン・ラウィー・アラムーエン、ソン・チャイ・ラ・タナス・バン、ニワット・ラオス・ワン・ワットなどがいる。日本では、ラジャダム・ナン・スタジアムの語で定着しているが、タイ国政府観光庁は、ラチャダム・ヌーンの表記を採用している。より、タイ語に近い発音は、ラーチャダム・ヌーン・スタジアムとなる。しかし、タイ語での正式名称は、ウェイ・ティーム・アイ・ラーチャダム・ヌーンであり、タクシーなどの運転手の一部には、 スタジアムという語が理解されない恐れもある。またルンピニー・スタジアムと違い、観客席にも冷房が効いているので、俗称としてウィックへと呼ばれることもある。バックパッカーの聖地として知られるカオさん通りから、歩いて十数分程度とほど近いこともあり、日本人を多く含むバックパッカーの感染者も多い。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。 太陽国ボクシングコミッションに関するカテゴリー、ありがとうございます。